吉野ももみは、日本の元グラビアアイドル、お笑い芸人である。お笑いコンビ、相方不在の元、メンバー。神奈川県出身、元サンズエンタテインメント所属。一時期ソリッドサンズエンタテインメントに転籍。法政大学出身の両親の元に出生。兄が一人いる。特技は、ソシアルダンス、モノマネ。2003年、グラビアグランプリ2003のグランプリを受賞。 2007年1月15日から2009年7月5日まで芸能人女子フットサルチームカレッツァに所属していた。なお2009年12月6日に行われカレッツァとしても最後の出場となったメルシートフェスタ2009ファイナルに再びカレッツァの選手として出場した。同年芸名をヨシ百美からヨシ桃モモミに改名。 カレッツァ同期入団の南マリカとのお笑いコンビ、豆腐を組み、お笑いライブにも頻繁に出演していた。2007年の M-1 グランプリに出場したが、1回戦で敗退。豆腐でのお笑いの活動では、とぼけたようなキャラクターを主に持ち味としていた。相方の南にマリカさんと振るのが最初のパターンだった。時々一人で出演することもあり、 その時のキャラには魔女に噴した魔女味などがある。2008年になって、豆腐は事実上解散し、サナとのコンビ、相方不在として活動。なお、相方不在では主にボケ役を務めていた。相方不在は2009年7月29日のライブ、笑いの輪を最後に活動を停止した。2009年8月12日の爆笑レッドシアターのあるコーナーにおいて、 我が家、杉山が、女芸人で付き合うなら誰と聞かれたところ名前が挙げられ Google や Foo、Japan において検索ランキング急上昇し本人も、ブログでそのことを驚きつつも喜びのコメントを書いていた。相方不在活動停止後の同年8月から、留学のため芸能活動を休業していたが、2010年8月20日、フットサル選手、高橋健介との結婚を発表。 2015年現在は二児の母となっている。ありがとうございます。